2019年の元へはフィムロードレース世界選手権の第71回大会の電動バイクのクラスで元へとしては最初のシーズンとなるトレンティーノグレジーに元へのマッテオフェッラーリが初代元へチャンピオンとなった車両は全チームがエネルギー解放コルサを使用するシーズン中に開催されたグランプリは以下の通り3月元へに参戦する全チームが ヘレスサーキットで元へマシンのテストを行っていたが、3月14日午前12時15分頃に発生した火災により、マシンを収容していた元へ用の新施設がマシンもろとも消失した。主催者であるドルナスポーツは事故の調査を発表したが、負傷者は出なかった。予定されていた残りのテストは中止となり、6月にその代替となるテストが行われた。 この一連の出来事により、第1戦スペイン GP 及び、第2戦フランス GP は中止となり、シーズン開幕戦は当初第3戦として予定されていた、ドイツ GP まで延期され、中止された開幕2戦を補填する形で、バレンシア GP が11月に加えられ、第5戦、第6戦として2レース制で行われた。ポイントは15位まで、完走した場合にのみ与えられる。 ありがとうございます。